緊迫の戦いは次第にカカシが優勢に運び始めるが、ザウザの雇い主ガトーの裏切り行為により激闘は突如終結する。ザウザは命を落としてガトーとの決着をつけ、そして雪に散った。任務をやり遂げたナルトたちは大きな成長を見せ、それを感じ取ったカカシは3人を住民試験に推薦する。筆記、巻物争奪など様々な試練がナルトたちを待ち受けるが、何事にも折れぬ強き意志を持ってついにナルトは本戦出場を勝ち取るのだった。本戦は選び抜かれた者のみが出場できる戦いの場。その場に立ったナルトは下忍最強と謳われるヒューガネジと1対1の勝負を行うことになった。どうあがこうと運命には逆らえない。お前は俺に負ける運命だ。絶対勝つ。戦闘開始。大方の予想を裏切り、渦巻きナルトはネジを下し、その手に勝利を収めた。まさに荒れる住民試験本戦。しかし、さらなる混乱が会場を包み込んだ。音まくれの里尾さん、オロチマルの襲撃、そして同盟国砂まくれの裏切り、二つの混乱が木の葉崩しを起こし、木の葉まくれは瞬く間に戦場と化してしまう。各地で悲鳴と煙が立ち上る中、木の葉の忍びたちは懸命に戦った。そして物見櫓の上でも命を懸け、木の葉のために戦う者があった。歴史の風は、この私が操る。
ロチモル。サルトビ先生、またあなたと戦えるなんてね。かつての弟子だとて、忍びの世を乱す者は絶対に許さん。戦闘開始。死闘の末、オロチマルは致命的な傷を負い、木の葉を撤退するも、木の葉もまた大きな犠牲を払っていた。戦況は次第に収束へと向かい始める。しかし里より離れた森の奥では、未だ激闘が繰り広げられていた。渦巻きナルトと砂隠れの忍びガーラ。ガーラは己の存在意義のために、そしてナルトは大切なものを守るために、互いの信念を胸に両者は激突していた。俺は俺のためだけに生きる。お前ごときに俺を止めることはできない。守るべきものがあるんだ。だからお前には、お前だけには絶対負けねえ。戦闘開始。
俺はどんな奴にも負けねえ。死力を尽くしたナルトとガーラの激闘は、己を信じ大切なもののために戦ったナルトの勝利で終わる。ついにこの葉くずしは幕を下ろし、里には静けさが戻った。しかし騒乱による被害は大きく、この葉は新しい火影の選出が急務となる。一方、世の裏では謎の組織が動き始めていた。暁と名乗るその組織は、ナルトの中にあるキュービを狙い里に襲来。いち早く異変を察知したカカシたちは彼らの迎撃に向かうが、そこに立っていたのは予想を超える二人の忍びだった。一人は S 級犯罪者、霧隠れ忍び型の七人衆の星垣キサメ。そしてもう一人は元この葉隠れの忍びであり、内葉一族を滅亡させた者、内葉サスケの実兄、内葉イタチであった。共に深淵の底を歩む者、脅威の力を有する二人を前に、カカシたちは、邪魔をするのなら消すだけです。ふふ、イタチさん、さっさとやってしまいましょう。こっちめてやるぜ。援護は任せて。一瞬の油断が命取りだ。気をつけろ、アスマ、くれない。